急に18歳から大人ですって言われても心はついていけないよね。いつチャリコに告白すんの？もうすぐ卒業だぞ。私はモデルになりたいんです。なりたいっていう気持ちは誰にも負けません。身長だけカノンに分けてほしい。リモートなら可能性あるんじゃない？まだか加工上手だもんね、うんうんうん、高校卒業したら東京でしょ。モデルさんか、ほんの一握りだもんね。還付不能郵便って言ってな、差出人も宛名もわからん郵送物のこと。3ヶ月保管して処分する。あいつ大学の推薦断ったらしい。今年から新成人じゃん。コロナの次は大人かって。私たち世代負担重すぎじゃない？この先どうすんだ？野球しかやってこなかったからさ、正直何したらいいか分かんない。モデルが歩くランウェイってさ、時間制限がある道って意味なの。誰か私を見つけてください。好きだ神山のことが。好き。どうにもならないって分かってるけど。卒業したら出てくよ。出て何をするんだ？すぐに決められるわけないだろ。ダサいよね。現実見ろよって感じだよね。俺んち糸作る工場でさ、親父がよく言ってた。人に心を配れないやつは糸は作れないって。私の卒業第4期18歳紡ぎます。大人ってなんだ、全然わかんない。でもさ、かっこいいかかっこ悪いかは多分わかる。日本初の国立公園である鞆の浦でデニムを使ったファッションショーを開催します。答えはいつも曖昧だ。